はい、毛布をししながら話しますえー、実は今日、まあ、面接をブッチされましたねあもちろん私の方が求職者ですよはいあのどういうアルバイトかと言いますと、まあ、犬の世話の、まあ、子犬の世話のアルバイトだったんですねでそれどこから来た話かっていうと、えー、ご近所様 .com みたいな。 そういういサイトからだったんです、ね、でまあ,あの私に声かけてくれた人まあこれ一応実名使うんですよねそのご近所様のサイトって。でそうしたらまあえっ、ー、と私よりまあ10歳近く上の人でまあ教育関係あの まあ公立学校私立学校っていうよりもなんか塾かなんかなんですかね、まあ、そっちの方の仕事、まあアドミン教える仕事しなくてアドミンかもしんないですけどもね、まあ、そういう仕事してる人であのブッチされましたねなんとねあの他の人が決まりましたっていうそういうことなんですよ、まあ、結論はねはいで結論から先に言うとで結論言った後で詳細を言えばいいんでしたっけね でそのあ「ご近所様 .com」から来てでそれで「ああなたうちから近いみたいだしあの恋の世話しない」っていうふうに言ってきたんですね。であれなんで私にあのいわゆる、まあ、パーソナルメッセージプライベートメッセージ PM ですかそれ送ってきたのかしらってちょっと思ったんですよ。 そしたら、あの、私のページのところで、私はあの、犬の散歩グループに入っていたんですよね。あ、それで、私にだけ声かけたのか、私にも声かけたのか。で、まあ、そういうグループとかって、まあ、幽霊部員とか、やっぱ増えて、あ、出てくるじゃないですか。で、その、ご近所様ドットコムなんかも、あの、最近見てない。 っていう人そのまあいつの間にか幽霊部になっちゃう人とかもいるだろうしであもしかしたら私しかいなかったかもなみたいにちょっと思ったんですよねでその、うん、まあね今から思い思い返して何がイエローカードか イエローカードだったかって思いますよね。あの連絡がすごい遅い人でしたね。その。テキストあのあでなんか。この人はテキストで打ってくるよりもあのいきなり電話する方が好きみたい。なんか今の時代ってあのたとえ。日本人同士とかアメリカ人同士でもあの。 通話電話による通話よりもテキストでっていう人が多いと思うんですけれどもねであのまあ留守電聞いたから私から電話したらあのなんか、うんこれうん「これからどうのこうので仕事の関係で忙しいから後で書けるね」って言われたんででまあそれを待っていたら次の日になったと。 で次の日電話もまあ私なんかは相手が日本人だろうがアメリカ人だろうが予告テキストまあ予告メ,メールとは言わないか予告テキストとかするのがまあ好きなんですよね。まあ、それを迷惑がってる人がいるのかそれともそれでいいのか分かんないですけどもでまあいきなり電話をまあもらってで あのあ明日、まあ、2日後であの「何時がいいですか?」ってことになってで夕方時時と5時どっっちがいいって聞くんですよだけどその聞く前にあのその人はなんかちょっと遠いところあの今住んでる州を超えちゃうようなちょっと遠いところに、まあ、あの用事があって行ってる でえそしたら夕方の前4時とかって大丈夫なのかしらって思ったけども「あじゃあ4時」っていうふうに言ったんですよね。あの私あのどっちでもいいですって言いたくなかったんですよね。時時と5時どっちがいいって言われてなので、まあ、4時っていうふうに言って。で「あのあじゃああとで住所を送るわね」って言われて。 だけどそれから1日半経ったのかなその連絡なしでそしたらもう当日当日のまあ実際約束の時間の23時間前に、まあ、電話がかかってきてでそしたらの他の人が見つかった、まあ、あの歩いて3分のところに住んでる人が見つかった。 で、私は歩いて十六分のとこなんですよね。で。あのー、なんだろう。うん、で、えー、まあ、歩いて三分の人が見つかった。で。うん。で、まあ、もし、また何か、あのー。まあ、変更っていうか、その。今回決まった人が。 まあ、例えば引っ越しとか例えばそういうようなことがあったりとかの時は「連絡するね」って言われましたね。であとあの他の,あのそのまあワン犬のオーナーさんにも「あのシーカーさんのこと言っておくね」っていうふうにまあ言ったんですよね。まあ,あの声の感じでどうでしょうねそんなにあのそんなにすまなそうな うには聞こえなかったです、ねうん、まあまあやっぱり、うん、アメリカ女性だからまあ割とうん、まあ、それなのかなみたいなね。でまあで今回のことでまあ私思ったんだけどあのまあね少しでも早くイエローカードを見つける。それ ちょっっとそれ意識ししたた方がいいいかなって思いましたね、まあ、今回はですねその連絡が、まあ、遅いで連絡が遅いとこっちもあの次の予定が立てられないってそういうことがありますしねであの、まあ、もし今回あの100歩譲って私にバイトが来たとしても、まあ、そういう連絡がなかなかつかない人とか連絡が遅い人 もう簡単な一行二行のことですら。連絡遅い人だと。まあふ、あの振り回される危険性。大ですよね。うん。でまあ、今回の犬の仕事は。まあ、一週間に一度か二度。っていうふうっていうことで。だけど、なんか一週間に一度。っていう、そんな雰囲気だったんですよね。まあ、その人の話だと。で、まあ。うん。 私よりも近いとこに、まあ、歩いて三分の人が見つかったっていう,うんだ,、うん、だけど、うん、このなんでしょうねそこ犬の散歩とかってあの会社通じてする方法ともう個人で頼むとか個人,個人で探すってやり方がありますよね。 でまあ、今回のこの話はまあ個人でってことですけども個人でそういう犬の散歩とか探す場合まああのー、なんでしょうねそのーオーナーさんにしてみたらあじゃあこの、あのー、犬の世話する人があの急なことで来れなくなったり、あのー、旅行とかで。 あの長期間来れなかったらどうするんだっていうそういう問題があるで私みたいに働く側としてはあの、まあ、料金踏み,踏み倒されたらどうしようとか、まあ、そういう不安はつきまといいますよね。であのあ何日に例えば、まあ、旅行ででもあの、まあ 家族の不幸でもまあ何でもいいですけどそういうことが起こった時にあの、まあ、気を使うとかそういう、まあ、リスクあるんですけどもね、まあ、今回のこの人あの、まあ、補,欠補欠要員補欠の人員す,すらいらないってそういうことなんですかね。まあ、今の段階では例えば、まあ、先週とか 先月とかそういう段階ではまあ,あの友達とか近所の人とか友達のお嬢さんとかにまあ頼んでいるっていう今そういう状態ででまあ私の想像ではそういう友達とかにまあ頼むのが限界に来たのかまあその友達のお嬢さんまあ高校生か大学生か知んないですけどまあバイト代は出してるっていうそういうことでしたけどもまあ うん、まあ今回私ね、まあ、補欠にも入らなかったっていうちょっとね悲しい結果になったんですけれどもねであのまあ私あのあじゃあ、まあ、面接っていうと大げさ大げさでもないか、まあ、面接がまあ今日ある予定だったんでそのあれこれその話し方とかあの 話し方のコツとかあの交渉する交渉のコツとかあの、まあ、自分を安売りするなとかあ、まあ、自信を持ってどうのこうのみたいなのそういうビデオをちょっとまあ見てたんですよね。っていうのはここは4回連続っていうか4人連続ずうずうしい人にあの会ってしまった。 っていうそういうううそ経緯があるんですよね、えー、と純不動でその,あそのうちの3人はあそのうち2人か2人はアルバイト関係ですねまあ,あのその2人のうち1人はあのだんだんず々ずしくなってきたというそういう人でもう2人目のアルバイトの方はまあ 向こうの方からまあ最初からら最初で一人はまああとの一人はえっとまあプライベートっていうかまあ近所っていうんですかねまああの、うん、英語ができません運転ができませんなので、まあ、あの私の車が欲しいと、まあ、車を出して欲しいとかあの英語でもし分かんない 時があったら助けてほしいとかね、まあ、学校とか病院とかそういうところのことですよね。でそうであとはあともう一件はまボランティアですよね。あのなんか私あのずうしい人を呼び寄せてしまうのか、それとも元々まともだった人をずうずしい人間に変えてしまうかで。 なんかそういういところがあるんですよね私もついついあのけん経験不足とか練習不足とかそういう自信のなさからあのちょっとあの、まあ、ビクビクしたり下手に出たりとかそういうことをまあしちゃうそういうところがあってでも,それでもそれであの別に感謝されるされもしないしなんかこう。 下手に出れば、まあ、き上がるで親切なことを立て続けにしたら、まあ、それが当然になるとであのおしまいにはその「頼んでないよ」みたいなことを言われるそれなんでなんかもうこんな自分はい、もう嫌だみたいに思ってで昨日一昨日はですねそのなんでしょうね「バカにされないためには」とか。 なめられないためにはとかえっと下手に出て突き上がらせないとかあとえっとあれひさしを与えて母屋を取られるでしたっけとかそっち管理のビデオ見てたんですよね。で私今日ある予定だったまあ面接のためのまあ質問事項とかもあの一応紙に書いてで。 紙もですね結局下書き2回か3回書き換えたんですよ。あの何でしたっけ、えー、そのあ今ちょっともうその紙捨てちゃったから今思い出しながら言いますけど、えー、あその子犬あの目が見えないだそうですよ全盲ですよね全盲のおワンちゃん。でそれの あのま、安全面とかあとしてほしいことしてほしくないこととあとあその前に一日のルーティーンですかね、まああのえー、お水とかあの、まあ、犬の,あの餌とおやつと、まあ、薬とあとあのもしあの、まあ、おしっことか、うん、うんことか失敗した場合の,あの、まあ、掃除 するであのゴミとかリサイクルはどこに捨てるのかまあガレージなのか外,外なのかまああるだろうからであとあの私がちょっと心配していたのはこの人もしかしてずうずしい人だから私のことを見つけ出して、まあ、私一応顔写真が出てるんですよね。 でそれ見るともういかにもおとなしそうな顔してるしであのー、まあ私は日本人だってことはまあそりゃ分かりますよね。でいや私思うんですけどこの辺の人たちまあ,あの白人でも黒人でもあのー、日本人の生態とか日本人の取説に詳しい人が 結構たくさんいるなみたいに思うんですよね。でそれともあのあいや別にあの特に日本人に詳しいわけでもないしアジア人全般に詳しいわけでもないけど、まあ、単に観察力があるだけとか抜け目がないだけっていうのはそういう人も、まあ、い,いるかもしれないですけどももしかしたらそういう、まあ、日本人女性の特性とか。 よく知っててそのあのなんかこう何でもはいはいって言うみたいなおとなしくてみたいなそういうの知ってて私に声をかけたのかあじゃあそうしたら歩いて3分の人は誰だってことにもなりますけれどもね。あそんうん、あであのちょっと私心配したのはですねでこの ご近所さん com それ実名でやなんですよねまあ皆さんで、あのー、その人の名前をちょっと検索とかしてみたら犬2匹飼ってるんですよね一、まあ、匹はその目が見えないあのー、まだ赤ちゃん赤ちゃんワンちゃんですよねであともう一匹はもう大人になってる青犬なんですよであのー おとといの電話では犬がもう一匹いるけれども世話をするのはこっちの,あの赤,赤ちゃんの方だけでいいって言うんですよね。で私心配したのはあもしかしたらついでに同じ値段で2匹ついでに面倒見てもらおうっていうそういうことかもしれないなって私思ったんですよ。その猫だったらまあ話は違う猫だあ ねうん、猫だったらばあの例えば、えー、お水がなんか噴水みたいなやつそれだったら飼い主さんが、まあ、自分だとでするかもしれないしで猫缶とかあの餌なんかも飼い主さんが、まあ、1日1回だか、まあ、2回だかするだろうしだけど犬の場合はあの。 まあ、よくあの犬専用の網戸網戸みたいのから庭外に出入りとかそういうのをするかもしんないけどもえじゃあ糞とかどうするんだろうみたいに、まあ、自分家で後でまとめて拾う,拾うのかどうだか分かんないけどもであの、うん、もしかしたらそういうず々ずしい考えを持ってるかもしんないなって思ったんで。 あのもう私ナーナーにされたことあっちゃこっちゃであったんでねちょっとこれは聞いた方がいいかなみたいに思ったんですよ。で何を聞くかっていうと「あその大きい方のワンちゃんはあの犬のデイケア犬の保育所とか犬のリゾートにあの平日あ昼,間昼間預けてるんですか?」って聞こうかなって思ったんですよね。 でもしも「あいやどこにも預けてないよ」ってもしそういう答えだったらば「あじゃあ同じ値段で2匹あの預けるそういう魂胆かな」ってまあ見抜けるじゃないですか。まあ、だけど今回その話をし,、まあ、しないで済んだっていうことですけれどもね。うん、まああのはい。ということでねこんあの まあ面接に向けてねその、まあうん、まあ別に最悪このバイト別になくても別にこの世の終わりじゃない,ないんだけれどもあのまあやっぱり仕事を、まあ、今までアルバイトとかあのまあ書あ、まあ、き持ちなんですけども。 やっぱりあの、まあ、雑に扱われたりとかこの人にはあのどなっても構わないんだとかやっぱそうに思われちゃうんですよね。で、まあ、あのもしかしたらそういうあの毅然とした態度を取った途端に、まあ、例えば肩たたきにあってバイト辞める辞める。 あのこととなっちゃうとかそういう可能性もあるしこうなんかちょっとこう毅然とした態度を取って臨んだらもしかしたら面接で採用されない危険もありますよねそのなんでしょうねまあ,あのぶっちゃけそのパワハラしても大丈夫そうなそういう人が欲しかったのにってまあそういうふうにもし思ったら。 まあ採用はされない、まあ、採用見送りみたいに、まあ、なるかと思うんですけどもまあそれはねもうあの何でしょう英語のことわざで言うあのえっとたった一つのバスケットに卵を詰めてはいけない、まあ、もうね危険分散をしようって、まあ、そういうふうに思いましたねはいなのでねうんまああの ずうず、ん、うしい人に目をつけられないようにとかずうずうしい人を回避するための目をね見かかなきゃいけないなって思いますね。まあ、でその目の見えないワンちゃん飼ってる人あのまあ何でしょうねその彼女の家の近くにあるあの まあ、そういうアジア系のお店あそこによく行くわよみたいに言っててであのあいつかあの私も日本に遊びに行きたいわみたいなこと言ってましたけどもねまあだけどあのまあ,あそういうね自分の雇い主とか、まあ、あと友達とかしあの近所の人と まあね、仮に旅行とか行ったらなんか絶対あれこれこじれそうだなみたいいに思いますよねでまあ私あの民泊エアビービーあのまあい時々やってるんであの思うんですけどもうんそういうあの なんか一緒に旅行とかしたら、うん、そ,そのうち、うん、ギクシャクする可能性あるなとか思うんでねであのまあかつて私このビデオでは自分のチャンネルでは言ったことないんですけどもあのなんでしょうねうん。 例えば私の好きなユーチューバーさんとか規模がすごい小さいユーチューバーの方でなんかあのあ気が合いそうだなって思った人がまあ一人二人とかまあ多くて三人とかにまあいましたけれどもねあのなんかそういう人たちになんかまあ、まあ、DM とかであの。 うちの民泊来ませんかとか。言いたいなーって思っちゃった。そういう時期もあったんですよね。だけど。うん。やめ、やめたって思いますよね。まあ、なぜなら、私はあの。本来だったら、真面目なっていうか、普通、まともな人を。なんか、この。ズうずうしい、くれくれ成人に。あの。変え、変えちゃう。変えてしまう、そういう。 いやな才能があるんですよね私ねそれなんで人付き合いとかほと気をつけた方がいいなとか思いますからねもうあの私私の車あのただ乗りタクシーに使われたことあるし私の家をあのホテル代わりとかあの無線飲食代わりに使われたこともあるしまあ会員制クラブかなんかと間違えて。 あのまあうちで居座、まあ、るようなそういう人とかもいたしまあ誰かを家にあげるっていうのもかん考えた方がってかもうやめてもいいかなみたいに思いますね。まあそりゃああのバイトの掛け持ちが忙しくなればなるほどそんな気持ちの余裕もなくなりますけれどもね。 まあうん、多分ねこの、うん、犬のオーナーさんも私ともし何か付き合いっていうかうその女性ですけどもね、まあ、その仕事関係のそう依頼とかがあるとそのうちまあずずしくなってくるでしょうみたいに思いますからね。であと犬とか猫飼ってる人って。 あのまあ、ペットを飼ってる人はいい人だって私もそうやっていい思い込もうとしたことがあったんですよね。だけどあのー、まあわ、うん、私の知ってる限りてかまあ2人ですかね、あのー、あんまり良くない例がありましたね。1人はそのなんでしょうね、うん、まあ 人の家には上がりたがるけども自分の家には呼ばないとでその呼ばない理由が「あうちの犬はんたらかんたらで」みたいにであのまあそうやって犬がいるってなるとあのこう好きな人は呼ぶけども好きじゃない人には呼ば好きな 嫌いな人は呼ばなくていいみたいな。それに使えるじゃないですか？犬とか飼ってると。まあ、そういう人私2人ぐらい見たことがありますよね。で、まあこれちょっと想像で言いますけれども、まあ、今回の人もなんかあの？まあ、独身っぽいんですよね。それが独身なのか？ 離婚経験者ななのか分かんないですけどもでまあ,、うん、あだから結婚できないのかそれともあの離婚になっちゃうのか、まあ、それ分かんないですけどもでこれは私の想像ですけどももしかしたら、まあ、あの職場でもそんなにあの好かれてないのかもなって。でなんかあの嫌われてる人ほど なんかいいポジションにいていいお給料もらってたりとか、まあ、まあその容量がいいというかあの何でしたっけなんとかパスサイコパスあソシオパスでしたっけなんか結局そういう人が、まあ、あの出世するでまあそれも分かりますよねその,あの穏やかで優しい人なんかだと。 あの人をまとめられないだろうしあのクライアントからいいようにされたりとかそういうことも出てきちゃうからやっぱり嫌なななつででいい,いいいいいとそううポジションにはつけないんでしょう、ね、まあだけども自分の机とかにその犬犬の写真とかあのそういう写真を飾っておけば。 そういういペット飼ってる人だから本当はいい人なんだってふうふうにそういうふうにまあまあそういう、まあ、ね,、まあ、ういうねペットはまあ金持ちの道楽ですもんねうんまあそんなふうに私思いましたね、はい、はい。ということであのー、まあね、まあ、今回のことでちょこっとねそのうん 何がイエローカードなのかとか、まあ、赤い旗 <laughs> レッドフラッグなのかっていうのをねあのー、あレッドフラッグって言った方が正しいのかイエローフラッグって注意事項でしたっけあ大変失礼しましたはい今、まあ、ねこういうねあのー、私物を知らないっていうねそそれだからまあ、まあ、人に付き入れられたりするんですよね 最近はっていうかもうあのまあここ数年間はね、まあ、ニ,ュースニュースとかもちゃんと目を通したりとし,してますんでね昔よりからはマシになったんではないかとは思いますけども、まあ、そういうねその赤い旗をね見抜く目が少しついたかなって思いますね、まあ、その連絡が、まあ、遅いとか連絡の仕方がちょっと一方的であるみたいなね。はい そういういの気を,つけ気をつけようっていうふうに思いましたね。はいはい、ということであの今日もあの動画お付き合いくださりご視聴ありがとうございました。